の例の、黒川さん、大津さんの動画の、立花さんのスポンサーが、森原さんという方を、まあ、雇って、殺害の依頼をしたみたいなやつですね。で、2つ目が、立花さんが不正会計をしているみたいな、あの記者会見の内容ですね、はい、についてちょっと解説したいと思います。訴訟提起した、訴状を見てないんですけれども、多分名誉毀損を理由にしてるんですよね、はい、で名誉毀損に関してはもうあの僕のチャンネルでも何回もお話ししてるんですけれども、まだ軽くまとめてみるとですね、まずは投稿自体がその対象者の社会的評価を低下させるかどうかというところが問題になります。はい、で社会的評価を低下させる場合にも、常にそのままに本になるわけではなくて、違法性損却自由があれば、それは、不法行為ではなくなるというような扱いですね。はい、で違法性損却自由が何かというのは、投稿した元々の、投稿内容が、事実を適宜するものか意見論評かによって違法性損却自由は分かれます。事実的事の場合は、公共性、公益目的で、言った内容は真実、あるいは真実相当性が認められれば違法性が阻却されると。で意見論評の場合は、公共性、公益目的に加えて意見論評の前提となった、事実の重要な部分が真実か真実相当性が、あるいは違法性が阻却されると、なってます。で事実的事が高い意見論評が高の区別は、その言った内容が証拠によって客観的に確定できるものかどうかというふうに区別されています。で今回見ていきます と、一つ目の梶原さん、一つ目の動画ですね、梶原さんのスポンサーが、織原さんという方を雇って大津さんの殺害をするように、まあ、仕向けたというようなもの でまずこれの意味するところは、以前の動画でも話したんですけれども、あくまでも殺害の依頼をしたのは梶原さんのスポンサーなので、立花さんが依頼をしたという読み方はできないのかなと思います。はい、ただ殺害の依頼をするというのは、殺人の教唆ですよね。そういうことをする、まあ、犯罪者と立花さんはスポンサー関係にあると、スポンサードされている関係にあるということで、反社会的な人物と密接な交際があるというような意味内容を示す、投稿なんだと言えると思いますね。はい、一応ね、その立花さん自身が、殺害の依頼をしたと、まあ、いうふうに解釈する人結構多いんですけれども、まあ、パッと読むとそんな気がするんですけど、正しいに読むとしてはそうじゃないんですよね、多分ね。はい、で、まあ、SNS とかだと適当に読むから、立花さんが殺害依頼したんだっていうふうにね、解釈した人もいるんですけれども、裁判所ではね、その SNS のその理解力の低さみたいなのはあまり考慮してくれなくて、ちゃんと正しい日本語でどう読めるかっていうところが問題になったりしますね。なので、多分今回も、立花さんが殺害依頼をしたというような、意味内容には認定してもらえなくて、殺害依頼をするような人からスポンサードを受けているという意味で、立花さんに、まあ、社会的評価が低下するというような評価になるんじゃないのかなと思いますね。はい、で殺害の依頼をした人と立花さんが密接交際になるかどうかということは、それは、証拠を持って客観的に確定できるものなので、事実の適時に当たると。なので、この部分について、真実であることの立証ができなければ、大津さん側は、まあ、敗訴になるんじゃないかと思いますね。はい、まあ、あとは真実相当性の問題もありますけどね。はい、あとは一応ちょっと論点があるとすれば、 YouTube 投稿した人は黒川さんの多分アカウントで投稿しているので、大津さんがそれを自ら発信したと言えるかなんですけれども、おそらく大津さん側の Twitter アカウントからも同じような投稿をねしたりとか、黒川さんの動画を多分引用とかしてたはずなんで、大津さんが発信したというふうにも評価は可能だと思いますね。はい、でまあ、基本的には書き筋だと思いますね。ちょっと1000万の請求ってなると、1000万はなかなか難しいと思いますけどね、さすがに。日本のね、名誉権侵害ってあまり慰謝料を認めてくれなくて、はい、まあ、下手したら10万、20万ってことも全然ありえますね。それぐらい慰謝料に対する評価は、ね、低いってね、よくないですよね、そんなのはね。はい、で、2つ目ですね。2つ目は大阪の記者会見に関してだと思うんですけれども、記者会見ちょっと、ざっと見てみました、改めて。はい、で確認、これもあるとは思うんですけれども、記者会見の中に言ってたのが、会計が不明瞭であると。で、
不明瞭であるということは不正があるんじゃないかという不正疑惑ですね。まあね、不正があると断定はしてなくて、不明瞭であるということを言った上で、まあ、不正があるという言い方をしてますね。はい、でこれが社会的評価を低下させるかなんですけれども、まあ、不明瞭とか、不正というのは、まあ、大津さんのかなり主観的な意見なので、感想みたいなもんなので、まあ、果たして社会的評価を低下させるとまで言えるのかは、ちょっと裁判所次第ですね。一応、まあ、言えるとすれば、あゆく社会庁を開いて弁護士もつけて、まあ、立花さんを糾弾する流れで言っているので、でかつね、収支報告書とかは法廷で定められて、ちゃんと、記載して公表しなければいけないとなっているので、それに対して不明瞭なことをしていると。というようなことを言っているのは、まあ、社会的評価を低下させるというふうに認定される可能性は、まあ、一応あるかなと思いますね。はい、ただ、何をもって不明瞭というかとか、何をもって不正疑惑があると言えるかというと、これは客観的に定まらなくて、人によって解釈の違う言葉なので、意見同居というふうに、区分けされるんじゃないかと思いますね。意見同居とされると、ちなみにホテル、ゲストハウスに来ました。ここの入り口です。はい、で、意見同居と区別されると、その前提となった重要な事実が何かなんですけれども、大津さん側は何を前提としているんだろう。まあ、多分もともと何か知ってた、不明瞭だとか不正疑惑だとかを裏付ける事情が出てくるでしょうね。読者関係見てると、なんか不明瞭であると言うことばかり言ってるけれども、具体的なその事情が何も出てこなかったら、果たしてそんなあるのかなと思いますね。結構ややこしいのが、ちゃんと具体的な前提事実を特定した上で意見の発表してくれると、その前提事実が、まあ、真実かどうかという問題になるんですけれども、ちゃんと前提事実を特定しないというと、まあ、裸の意見の発表って言うんですけれども、根拠のない意見の発表の場合、要請するにはこうどう考えるかっていうのは結構議論があって、なかなか難しいです。あ、はい。なかなか難しいところですね。はい。まあ、結構裁判でも争いになるんですけれども、まあ、例えば前提事実がないと、その違法性組閣の方にはまらないんで、まあ、例えば前提事実がないのにそんなことを言うっていうのは、それはもう意見の本当の意見を逸脱しているという感じで、違法性組閣を認めないとか、まあ、一応あり得るかな。まあ、そこちょっと難しいですね。まあ、いずれにしても、違法性組閣自由は大津さん側が主張することなので、まあ、どういう必要があるかというのは、向こうから出てくるでしょうね。まあ、どちらにしろ裁判することで、じゃあ、不正だ、不明瞭が言ってるけど、何を指してんだというのを相手にこう言わせるターンにしたというのは、それは、いいことですよね。対立構造に持っていったというのは。はい。裁判にしないとね、不明瞭だ、不正確だとか、ね、不正だとか言うだけ言っといてね、根拠が全く分からないとかになると、それはずるいんで、はい。という感じで、ゲストは次の中にいると思います。建物の中はこんな感じになっています。1階に、サウナがあって、あとね、なんかね、結構変なゲストハウスで、1階がね、市民プールなんですよ。思いっきりプールがあって、もう今真っ暗ですけど、これプールです、この中が。はい、昼間とかはね、こっちびっこがめっちゃ泳ぎに来てます。というわけで、まあ、最終的にね、請求が取るかどうかっていうのはね、いくつかハードルはあるんですけれども、一つ目の訴訟は、割と勝ちやすいと思いますね。8、9割勝てるんじゃないですかね。はい、2つ目の訴訟は、ちょっとやや苦しめな気はするんですけれども、まあ、でも、ちゃんと裁判で対立構造で、相手に主張をまあ義務付けるような形に持っていくことで、何が不明瞭なのか、何が不正なのかを、ちゃんとこう、問いただすっていうのは、立花さんの戦略としてはすごくいいと思いますね。はい。それに合わせることでね、大した事情が出てこなければ、ね、それはね、当てずっぽり言うとったやんけっていうことで、まあ、大津さん側をね、逆に、ね、何言ってんだっていうふうにね、まあ、言えるしね。はい。というわけで、解説以上です。はい。高い。
しよいチャンネル。毎日新聞に出てたんですけど、はい、見出しを言うと、小渕優子氏を日本の先頭に、首相側近木原官房副長官が来たいっていうのがあって、おおって思ったんですけど、どんな話に変わったの？これは、前橋市の小渕優子さんのパーティーで、前橋市ね、群馬ね。群馬の、はい。で、40代、50代の各国首脳を列挙した上で、そろそろ若い力が日本を守る時期に来ており、その先頭に立つのが小渕さんだ。後ろからしっかり支えたいと述べた。急に木原さんが言ってたね。木原さんは。小渕さんっていうと、はい、ドリル優子って言われてるんだ、知ってる？何すか、ドリル優子。ドリル優子。昔ね、政治資金の関係の違反をしてね、電源からね、ハンディスクに何か入ってたから、はい、そこにドリルで穴開けたって。みんなドリル優子って言われて。それのことですよ。ドリル優子って言うとさ、なんかさ、一生懸命さ、勉強ドリルやったように思う、はい、それじゃなくて、本当のドリルで穴開けたってやつだもんね。そう。対処置を取ったって、ドリル優子さんってさ、そういうことですよ。でも、この木原さんと、はい、この小渕さんがね、はい、こういうふうに言ってるっていうのは、面白いというか面白いんだよね。で、これをね、読み解く鍵っていうのは何個かあるんだけど、はい、木原さんが、はい、結構中心になってやってて、はい、これ小渕さんも中心になってやってる議連が入ってる、ね、議連があるんですか。これはどういう名前の議連かっていうとね、はい、日本社会と民主主義の持続可能性を考える超党派会議ってやつ。ほう、日本社会って民主主義の持続可能性、はい、これで2の人はすぐピンとくるんですか。ここがね、ピンとくるかもないかなんだけど、日本社会と民主主義の持続可能性、持続可能性って言葉はね、はい、Z の大好きな言葉な。そうなんですか。財政の持続可能性、民主主義、日本社会と民主主義の持続可能性っていうのはね、はい、実はね、それを考える民間の会議もあって、それと超党派の会議が完全にパラレルになってる。でこれは日本社会で民主主義の持続可能性っていうのは、いわゆる令和臨調、令和臨調そのまんま。だから私なんかだから令和臨調が出た時に、はい、令和臨調を批判してるんだけどね、はいはい、すぐ目つぶってすぐピンとくるんですよ。なぜこんな超党派の議連っていうのと、はい、民間団体有識者のやつが同時に立ち上がって、うん、これ生産性を持っているのは一応民間の方がやってるんだよね、はい、こういうふうなリンクがあるっていうのは、はい、誰か仕掛けてるのがいるんだよね。誰か仕掛けてる Z 見すぎる。そうか、正直言うと私もそんなのね、もう実際そういうことやったこともあるからね。え、役人の時に民間を立ち上げて、はい、ちょっと関係も立ち上げて、はい、応援してくれって Z を全部出ます。財政再建キャンペーンって言われてよくやってやり方、これずよく生産性をよく使うから、だからこれはね、裏にスースーピーって感じたわけね。なるほど。それでそこの、小渕優子さんは、はい、この、超党派議連の一応ね、トップの方に立ってますよ、はい、でそこで、事務方の幹事やってるのは木原さんですよ。で、超党派ってとこがミソなんだけど、はい、小渕優子さんっていうのは茂木派なんだよね。茂木派、茂木派ね。これで、木原さんの方はそうじゃないけど、はい、それで茂木派の茂木さんっていうのをお互いにしたいっていうような意図がちょっとあるんだよね。それは岸田さんの意図ですよ。あ、茂木さんをストップしたい。はい、それで、それともにね、Z の方もね、はい、要はね、岸田さんがね、すぐ解散総選挙ができにくいと、うん、要は、うん、解散総選挙ができにくいってことになると、はい、来年の9月、本当は今年の秋にね、臨時国会で解散できればいいんだけど、うん、多分支持率結構下がってるね、はい、それと来年通常国会もできるかもしれないかもしれない、そうすると来年の9月のね、総選挙の時に茂木さんが出てくると結構やばいから、その時のために、同じ派閥の、これはおじさんですよって言ってた。これが Z のシナリオね。その Z のシナリオなんだけど、でこの番組聞いてくれてたのは、小渕優子さんっていうのはドリル優子で有名なんじゃなくて、はい、実は中国、新中で有名だっていうことを言ってもらった。そうですね。森林事業ね、はい、あれやってる時に、はい、その中国から森林事業で100億円ぐらい金突っ込んだってんで、うん、でこれもこの番組に言ったけど、はい、100億円ぐらい金突っ込んだ時に中国の方が、はい、実は小渕優子さんを表彰してる、はい、野中広さんを表彰してる、はい、二階さんを表彰してる、はい、あと公明党の人も表彰してるって形でね、親、はい、中の方も5名なんですよ、はい、だからその親中の人も結構絡んでるから、裏に親中と Z、 それで民間の令和臨調、
すべてはところで、あの例は、あの蝶と吐き合はいはい、っていうのが、あの全部が一体になってて、その動きの一個が頭に出てきてるだけ。なんでこんなことを考えるかというと、その令和臨時を言ってることを考えたら、すごく完全にアベノミクス批判だ。アベノミクス批判は財政再建なんだ、うん、そういう動きなんです。これそこに真鍮がくっついてきてる。それはでは小渕さんが言うことを言って、その真鍮の人も一緒に入ってた。あ、数を増やしたいってこと。分かんないけれどね、だから結果的にはだから財務省の言ってる話とあれだよね、財政再建の話っていうのと真鍮は結構親和性があるんだよね。もともと岸田さんの派閥ね、宏池会は財務省でしょ、はい、財務省 の経済優先主義っていうのと真鍮は結構似てるから、そういう意味では結構親中っていうのと財政再建っていうのは親和性があって、はい、それでここの令和臨調みたいなところと令和臨調議連ね、はい、っていうところですごく恩恵に出るわけだ。はあ、いろんな全然違うような実証に見えるかもしれないけど、私なんか見ると宏池会がやってる話っていうのは、中国優先っていうのは実はあれだよね、経済優先っていうところがあって、うん、それであれだよね、あの親中になりがちなんだよね、はい、だから結構あの根が一個に私には見えるけどね、この話はね。宏池会はまだこう親中から抜け出せない、ずっと抜け出せない。抜け出せないよ、これはもうずっとトップに染まっちゃったのも。あ、そうですか、うん、中国も経済的にそんなに伸びなくなってきたなって思っても抜け出せない。今までずっとやっちゃってきたから無理でしょ。あ、そういうもんね。今までもあのずっとお付き合いしてきちゃったからね、今さら抜けられないでしょ。あ、そうですか。あのまあヤクザの世界だからな、所詮な。だからある意味であれだよね、宏池会の親中経済主義っていうのと財政再建主義っていうかね、そういうのが結構一緒になってるのは、それであのなんか新しいね、次世代の政治家みたいなふりしていろんなことやってるけどね、あ、全部でこう一個かなと私には見えるけどね、そういうのがそのパーティーかなんかだとすごく出るんだよね。だからこういうふうな記事が出た時に、今ぐらい深掘りしてやるといろんな意味でいろんなの出てきて分かりやすいじゃないのと思うけどね。あれ、これニュースだと、あの青木さんの長男の、あの和彦さんも、うん、あのが激励して、うん、山本一太知事も激励してる。あ、山本さんは多分群馬だからね、群馬で頑張ってほしい知事だからね、はい、でその中であの議連に入ってる人でよく分かんないで入ってる人もいるよ。議連ってそういうもんだからね、あの長友の議連ってのはね、よく分かんないで、ね、なんかね入ってて人もしてもいると思うけどね。あの亡くなった青木幹事長の長官は青木さんの仕事っていうのまあ、どこまでなったかわかんないけどね。そうなんですね。小渕さんっていうのは、あの非常にさ、ドビューさんの見た目もいいんだよね。まあ、だから結構ね、おまけするかもしれないからっていうんで、こういうふうな仕掛けっていうのを実は Z はやるんだ。あ、Z がおまけするかもと思って仕掛けてる。うん。で、キハラを使ってね、やってんだよ。キハラさんでも、やっぱりもう、じゃあ、Z そのままでこうで動いてるっていうか。まあ、すぐ分かる、有利だと思ってやってるんでしょ。へぇ。もともと出身はそうですね。そうですよね。うん、今、岸田さんの時にいろんな動きやすいじゃない。だから、Z の前も、あの、こういう動きをやってて、岸田さんから見てもね、ひょっとしたら総裁選自分で出る時にね、茂木さんを潰してくれるんだったら、家上に思うからね。はい。いろんな絡んでる話なんですよ。こんな単純な、ね、ニュースだけど、中にいろんなのがあるんですよ。あ、皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。こんにちは、ならば探求チャンネルようこそ。 MC のひろこです。今回の探求エミーチャンネルはエミー Q です。エミーさんに皆さんからの質問に直接お答えいただきます。お答えください。この番組はおかさんオンラインのアードバイおかさん条件の提供でお届けします。では早速、皆さんの質問をご紹介しましょう、はい、エミーゆるまずさんからいただきました、いつも楽しく拝見しております。エミーさんを見習い専門から指揮法の通読を始めました、身近な企業や特徴のある事業内容の企業はいいんですが、 IT システム開発、人材派遣、コンサルタントなどの
分野は個々の事業内容の違いが分かりにくく、読んでいて非常に苦痛です。どのような気構えで読めばよろしいでしょうか。いくつなんですね、そこは読んでた。なるほどね。まあでもそれは仕方ない部分はあってというのは、あのいろんなその事業っていうか、いろんな企業があるんで、すべてはすべて皆さんが、その楽しいと思わない、というか思えない、当たり前なんですよ。だって、まあ、IT システム開発とか人材派遣とか、まあ、確かにそれ読んでて面白くないと思う人ももちろんいれば、逆に、だって、ツーンとかね、もしくは例えば、こういうスーパーとかね、まあ、スーパーとかも、まあ、結構地域のものがあったり、卸があったり、専門商社があったり、もう本当に日本中に企業の数って多いんですよ、上場企業の数がね。で、そこにさまざまな、その特に自分とは遠いやっぱり分野になると、そこは分からないっていうところもあるんですよ。で、まあ、今、少し去年ね、例えば地銀とかが株動いたんで楽しかったんだけど、地銀なんかももう何にも動かないと読んでてあんまり面白くないんですよ。普通なんだよね。いっぱいあるからとか、本当にだからそのチャートの形も全部悪くて全然読む気にならないようなセクターとかもあったりする。セクターローテーションが起きていて、はい、いろんなところでねっていうのはあるし、で不動産も動かないけど不動産ってつまんないけどね、本当になんか中堅ゼネコンだったりとか、そのなんか投資をマンション開発してますとかね、でも今すごい面白い、やっぱり動き始めてるからっていうようなところがあるんで、皆さんはだから心構えっていうか、だからまあそういう時は全部細かく読まなくていいんですよ、逆に。で、本当にでも知りたければ、まあ、これ地球法だけでわからない部分もあるんで、やっぱりそれぞれ例えば会社のウェブサイトに見ると、まあ、気になるんだったらね、気にならないんだったら壊していく、まあ、しょうがないんです。全部知る余地がないんで、わからないんです、これは。メリハリつけて読むことは必要なんですね。もちろんです。こんだけの、だって33業者って、その中でサブセクターが山ほどある中で、皆さんが全ての業界にいて、わかるっていうのはありえないんで、自分に身近なもの、自分がわかる業界なんて、十分だったりもするんですよ。例えば、メーカーさんだったらメーカー、まあ、自分の機械だったら機械もある、自動車関連とかですね、そういったものを皆さん気づきやすいし、コメント読んだらコメントも理解できるんじゃないかなと思う。だからあえて、だから関係ない、全然 IT 分かんない IT システム会社、私も読んでて確かにその分からない部分があるんですよ。だからそのなんか特にシステムエンジニアリングとかですね、はいはい、そういった企業のものでも、まあ大体その株価好調だったりするので、ね、まあ安定してるんだって、ね、っていう、まあそういったものもあるんで、だから皆さんは心構えっていうよりも、まあ、この辺も含めてフレキシブル、全部は全部で理解する必要もないし、全ての分野のセクターに投資する必要もないんで、自分が知っているところっていうのはまず極めるっていうのが一つあるんじゃないかなと。なるほど、これ全部ね、見落とさないように読むとなると、かなりこうヘビーな作業なので、本当にそのメリハリつけて知ってるところだけこうエッジを立てていくみたいな、そうというやり方もあると思う。だから、ね、ちょっとそういうなんか面白くないと思ったらパラパラ見くっていいんじゃないかな、こうパラ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 軽く目を通す程度で、そうですね、なんか自分にこういろいろ貸してしまって続かないよりは続ける方が大事、続ける方が大事です。だから僕それずっと言ってる、だから四季法っていうのは皆さんこれいちいちね全部細かく読むと、まあ、最初は難しいんですよ、うん、僕らみたいに十何年やってるから、私はもうその大体わかるから、何度見てるかとか、同じ企業の、まあ、飛ばすとこ結構ある、うん、要はその、例えば事業内容とかそういうの分かってるから飛ばすけど、皆さんの場合は結構そういうのを読まなきゃいけない、つまんないんじゃない。だからとりあえずパラパラめくるだけでいい、本当にだから見出しに目を通すとか、チャートに目を通すとか、なんか何でもいいけど、とにかく一旦一通りさらっと読むっていうのは重要なんですよ。じっくり読むとね、もう大変な作業ですけど、パパパパパッと何か引っかかるところだけ、そう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 、ね、そういうこと。はい、わ
いてはハムハムさんです、うん、トルコは何度も通貨危機を経験していますが、うん、通貨の価値がなくなった時に、うん、トルコの人々の人間関係がどのようになったのか具体的に知りたいです、うん、また今のトルコ社会はどのように秩序を保っているのでしょうか。うん、なるほど。まあ通貨の価値がなく、まあ、通貨の価値がなくなったっていうか、全般的にやっぱり景気が悪くなったり、インフレが上がったりするって、なんかちょっとね、ぎくしゃくしますよね。今で言うと、なんか割と、その家を貸してる人と借りてる人の関係が悪化してるっていうか、っていうのは、あのトルコはインフレが高いんだけど、それをトルコ統計局が低く言ってるんだな。でその低い、例えば 100% でインフレに対して 50% ですって言われてます。で当然ながらそれ、今度賃上げするときには正式なインフレを参考に賃上げしてるんで、実質上あのいろんな人たちの購買力が減ってるんですよ、ね。で、もう一つは当然ながらその賃金はそれに対して、あの要は本当のインフレに連動して上がってないので、さっきも言ったように人々の購買力落ちていって、あのその代わり何が起きるかというと、今度はあの当然ながら家を貸している人も、まあ、本当にインフレに合わせて賃上げしたり家賃上げたり、ね、けれどもそれをやっちゃうと中にいる人たちがそれに合わせたあの給料をもらってないんで払えないんですね。で結果的にそれでもうすぐいざこざが起きたんで、トルコ政府は今度はあの要は家を借りてる人の方が数として圧倒的に多いから、その人たちを優遇して、年率 25% しかあの要は賃上げできない、家賃が上げられないという法律を作ったんです。そうすると当然今度はあの家を貸してる人たちがめちゃくちゃ怒っていて、あのだから感覚的には新しく家を貸した方が3倍とか4倍とかの家賃で貸せるのに、その中の人がそう住み続けると、あ結局は 25% しかもらえないということで、ものすごく今関係がぎくしゃくしたり喧嘩したり訴訟になったりというような状況が起きています。だからこれが、まあ、要はあの結局は政府が悪いんですよね。で その、まあ、それとインフレで、まあ、こういうインフレっていうのも結局政府の経済政策の失敗が入ったりですね、まあ、こういったことが起きてしまうとか、あとはよく起きるって昔からそのインフレの中で、例えば人にお金貸しましたね。ね、その人が返すまでそのお金って価値がなくなっちゃうんですよ。インフレだとね、そう、そうそう。だからもう本当にもう人に貸したくなくなる。友達でもなくてね。だからまあ例えば10万円貸しましたけど、そいつ返した時にその10万円がもうすでに3万円になりました、ね。貸しとしてはね。だからみんなが貸す時は今度はなんかドルで貸したりとか金で。貸したりするんですよ。へえ、リラを使わないとダメ。あの要はみんなも当然ながらその、まあ、友達だからさ金利は要求できないから、その代わり、まあ、ドルで貸すからドルで返して、価値の暴落がないものに変わっちゃってる。金で貸すから金で返して、そういうことになるんだよね。だから、まあ、そういうのも含めてなんかいろいろとやっぱり良くないですよね。まあ、どんな秩序を保っているか、まあ、秩序にも程度があるので、保っている、部分もあれば保っている、保られていない部分、さっきも言ったように家借りている人と貸している人が喧嘩しているわけだから、まあ、完全に秩序が保られている、きれいに、ね、保たれている、保たれているというのはちょっと、ね、言いにくい部分もあります。まあね、あのトルコの人たちにとても優しくて、あの、ね、街中に猫が多いので猫が可愛がってるっていうんですけど、うん、経済とか政治の失敗でぎくしゃくするっていうのはちょっとね、そうですね、はい、まあ、残念ながらそれが今、うん、はい、なかなかエミンさんも今日に帰れない状況が続いていますけれども、うん、そうですね、はい、良くなってくれてですね、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、エミンさんと一緒に経済というか日本株投資を学びませんか、うん、ということで、7月から新しく入塾生が始まって新しい期が始まるということで、でね、6月中にね、うん、あの募集しています。まあと数日、そうですね、あとちょっとです、はい、あとちょっとで締め切りとなりますので、はい、7月から始まりますので、ぜひエミンさん
と渡辺区長と一緒に学びたいという方はこちらクラブで読んでいただいてお申し込みいただければと思います、はい、そして小泉さんのノートもありますのでね、小泉さんのノートも、ね、はい、ご覧いただければと思います、はいはい、はい、この番組はお子さんオンラインアートでお子さん商店の提供でお届けしました。今回の動画のいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。TBS アナウンサー赤荻歩美です。なかなか人には聞きにくい本音話を聞く経済の話で困った時に見るやつこと経コマの時間がやってまいりました。本物ですか。一つ大切なことであって、日本で今世代交代が本格的に起こっている。おお、はい。バブル崩壊のレガシー、うんうん、こうじゃなくて自分のレガシーで作ろうぜという野心が戻ってきたわけなんですけれども、Japan has changed。日本は世界の舞台の例外であると。皆さんこんにちは、ピボットの佐々木です。今回のピボットトークでは日本海が続くのかをテーマにエコノミストのエスパーコールさんにお話を伺いたいと思います。エスパーさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、テンション高いですね。いやいやいや、いろいろですね。やっぱり上から見ると脳がいいでしょう、はい、マクロの観点であって、ところが実は真面目なんですけど、あのほら日本はまあ島国じゃないですか、はい、そしてやっぱりあのその中の話が大好きでしょ、日本大好きです、内向きですから。そうでしょ、はい、内向きで赤ちょうちんに入っていろいろあって、でもやっぱりちょっとね、まあそのずっと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 、まあ、悪循環みたいなことでやって、うん、まあ、日本はダメじゃないか、この社会にはもう許さないと、これもやっぱり高齢者社会ばかりでやって、うん、もう将来がないやというなんとか、うん、これはちょっと危険です。あ、だからやっぱりちょっとそのやっぱり背が高くて、うん、ちょっと上の方から、はい、やっぱりはっきり言ってその世界的な比較でやると、はい、これはすごく大切なことであって、うん、これもやっぱり私は個人的にですね、もう日本も長いんですけど、何年ですか。いや、あの恥ずかしいんです。恥ずかしい、何でですか。いやいや、これは1985年代そう、阪神タイガースは完璧な優勝の時なんですよ。バースとか言ってた。そう、アンディバースが言ってた時なんですけど、はい、まあ、ごめんなさいね、もうずっと日本なんですけれども、うん、ごめんなさいね、日本語はまだ全然全然あんまりお酒飲まないとペラペラにならないんですけど、よろしくお願いします。そういう意味では、日本がまあプラザボーイとかあった時じゃないですか、はい、日本のピークの時に、そしてそれからずっと日本経済見てらっしゃって、そして今の日本経済どう見てるか、今日じっくり伺えればと思います。 ありがとうございます。もういきなり担当直入なんですけど、今この日本が入っていきなり来たじゃないですか。え、これって本物なんですか、続くんですか。これは面白くて、やっぱり
り私の目から見てこれは本物である。本物ですか。これはなぜかということであってね、はい、まあ、いろいろな観点があるんですけれども、うん、でもはっきり言って一つ大切なことであって、日本で今世代交代が本格的には起こっているんです。お、はい、やっぱり昭和がアウト終わった。真面目な話であると、やっぱり本当に外国の機関投資家であって、いつも話題であってね、うん、日本の信用がやっぱり自民党内閣より落とし、あ、もうみんな70歳とか75歳とか、うん、あ、偉い方が社長が来ていただいて、でもご存知の通りで、今3、4年間では随分世代交代が起こって、うん、やっぱり今日本上場企業の社長たちは、うん、やはりその50歳とか55歳という人が多い。トヨタなんかもね、若くなって、ね、そう、トヨタも若くなって、うん、ところがやっぱりその昭和、いわゆるそのポストバブル、バブル崩壊のレガシー、うんうんうん、こうじゃなくて自分のレガシーで作ろうぜという野心が戻ってきたわけなんですけれども、ところがやっぱり外国の機関投資家はよくね、熱心で、うん、やっぱり会社訪問したりとか、その新しい世代の若い世代の日本の経営者たちに会って、そうするとよし、ジャパン has changed ということがやっぱりあるんではないかなと思いますけどね。まあ、そうなんですね。そして、まあ、バフェットさんも来て商社に投資したりとか、それが流れをまたさらに強めてるということなんですね。そしてもう一つのことであると、これはやっぱりちょっとそのマクロ経済のことであると、ご存知な通りでアメリカもヨーロッパも今そのアクセル踏むではなくて、やっぱりブレーキをかけようと、どうしてもインフレがちょっと 5、6、7% になって、ちょっとやっぱり金融政策や財政政策もその引き締め、やっぱりブレーキ効果をやっぱりやろうとしてるわけなんですけれども、そして逆に日本は世界の舞台の例外であると、今全くやっぱり財政も金融政策も全くブレーキをかけないようにしてるわけなんですけれども、だからその全面的なアクセル踏み、これは今日本だけなんですけど、だからそのミクロ、いわゆる会社別の世代交代、野心がある新しい世代の CEO が見えて、プラスマクロの観点からやっぱり財政政策、金融政策を両方アクセル踏んで、これはやっぱり日本は世界の一ではないか。そう、世界から見ると今日本がイケイケに見えるんですね。そういうことです。はあ、ね、そして3番目のことなんですけれども、これはやっぱり今世界はちょっと激動になったでしょ、うん、やっぱり今そのアメリカはアメリカであって、はい、中国は中国であって、そしてなんとかその新しい冷戦ね、本当にやっぱりライブもう競争するかデカップリングするか、いろいろやっぱりその観点、大きな観点から見ると世界の流れがやっぱり変わりましたと、日本はちょうどその激動の真ん中じゃないですか、はい、ね、中国は中国真ん中の国でしょ、でも実は日本は真ん中の国でしょ、確かにそうです、本当にその米国と中国のその真ん中でやってそして、まあ、両方も好きなところと両方も嫌いなところもあると思いますけれども、でもやっぱり今新しい世代のリーダーたちはやっぱり何とかしなきゃ、日本の自分のために、日本人のために、日本の未来のために、これも本当に面白い。もう1985年から来日してるんですけれども、もちろんバベルの時には日本人の自信が非常に高かったんですよ、うん、よし世界一うちだよっていうことだったんですけど、やはり未来向いて考え方があったんですけど、バベルの崩壊、今までの30年間ではほぼほぼ未来向いてじゃなくて、やっぱり後ろ向き、やっぱりバランシート復旧、どうしてもですね、その過剰の人、過剰の債務、やっぱり利払いやらないといけないと言って、これは前向きじゃなくて後ろ向き、これはやっぱり今変わった。やっぱり日本はその新しい冷戦になってから日本のエリート、やはり前向きになった、未来を作りましょうということで、だからこそお金の世界、はい、だって未来の世界ですよ、
反聞く、四半聞くは業績はカッコ最高、カッコ最高、カッコ最高、やっぱりおめでとうなんです。日本はよくやってくれる。でもお金の世界にはテスラは全然収益は大したものじゃなくて、でもイーロン・マスクはカリスマ性であって、イーロン・マスクは未来のことばっかり話してるでしょ。ワクワクをね、ワクワクということでやって、マース宇宙へ移動、いろいろあって、トヨタはまずしっかりした車を作りましょう、職人ということでやって、それは大切なことなんですよ。でも職人だけやはり不十分。お金の世界は未来の夢を見たい、これを説明してください。じゃあトヨタはどうやって22世紀のスーパーカンパニーになってほしいかということは知りたい。だからこそ今ですね、やはり日本ではちょっとあちこちでよし、日本のために明るい未来を作りましょう、そういう意識変えてやっぱり起こって、だからこそお金の世界には今おお日本は面白いんじゃないかということで結構感じれるんですね。悲観論ばっかり言うんじゃなくて、明るく未来を描こうって意思を持った世代が出てきて、経営者が出てきた、そういう感じなんです。それは海外からも感じるんですね。そうです、そうです。そしてもちろんやっぱり外国の投資家もやっぱりまあ日本の現場、日本の現状はよく分かってるんですよ。だってもう高齢者社会は事実です。まあ、東京はワクワクでしょ、ここは原宿で、はい、ということでやって、こんな派手なね、スタジオ。いやいやいや、だって原宿では私はおじいちゃん、ね、でも田舎に行っちゃうと私は若いということになって、だからもちろんやっぱり日本国内にはいろいろその抹殺とか社会的な問題とかなんかがあるわけですよ。これはもちろんなんですけど、でもお金の世界はやはりまずこの国の企業、この国の経営者、あそこには投資するんじゃないですか。その観点から見ると今日本は非常に面白くなった。ほう、そういう意味ではこれからまあ株の専門家ではありますけど、株価なんかもまだまだ上がる余地ってどんどんあるんですかね。これは素晴らしいですよ。実はですね、今日本の株はやはりその業績ですね、とその割安感、ね、まあ、その割安感のことに関してはちょっといろいろ見方があるんですけれども、でもやっぱりその PE、まあ、あの一株利益、まあ、収益プラスその株価、まあ、その倍率 PE なんですけれども、これはあの場面の時は大体60倍、70倍であったんですけれども、今現在は大体13倍、13倍ですか、13倍、そういうのを低下したんですよ、ね、だから、これはストーリーオフマイライフ、はい、ね、ごめんなさい、これは1985年だ、うん、金融は業績ですね、EPS、まあ、人株利益ですけども、うん、これはですね、バベの山には53.9 であったんですけれども、今現在は150、ですね、すごいじゃないですか、ね、でも逆にその PE、プライスサービス、まあ、あの人株と株価、まあ、周期業績と株価なんですけれども、その倍率はバベのピークでは53.7だったんですけど、今現在は 13.2 って言われてあるんですよ。だからやっぱり業績は随分高らしい、うん、でも市場の評価やっぱり下げたんですよ。これはなぜかということで、先ほどの話で未来の話はやってくれない、うん、はっきり言ってあれで見るとね、実は日本の職人信用、職人信用、はい、業績はちゃんと良くしてくれという目標ではありがとうございます、すごいハードな仕事、でも未来の話はやってくれない、野心は見せてくれない、だからこそ株価の世界があまり評価できないということがある、うん、これについては実はすごく面白いんですよ、ね、これはサラリーマン社長 VS ですマスター CEO、 そうところが同じなんですけど、やっぱりその赤い線は日本上場企業の業績ですね、ところが今1995年からスタートなんですけれども、やっぱり大体ですね11倍拡大しました、業績を、でも売り上げは金融ジャパンセールズ、これは今20年間ではもう 1.1 倍、10% しか伸びてない、すごいじゃないですか。あなたも課長、会社してるんでしょ、やってます、売り上げは伸びないと業績を生み出すと大変だ、コスト削減ばっかり出たってことですか、偉い、うん、偉いことをやってくれた。アメリカ の、 スーパースター CEO がやっぱり緑の線が USA、つまり米国の売り上げ、大体3倍になった、業績は6倍、まあ、悪くはないなんですけれども、日本ではない、ね、うん、でもその職人のことでやって、やっぱり日本 の、 サラリーマン CEO はすごく偉い、うん、ってことがある、結果を出してるんですね、結果は結果主義日本、職人日本、うん、そして今なぜ日本は変えた、うん、本当にその CEO 社長からちょっとカリスマ社長、
なんとか未来を作りたい。私も社長としては人への投資、ちゃんと組織、コストカット、コストカット、コストカットより新しい人材、新しい人、もしかしたら成果主義やってやると。そうすると間違いない。全面的にはその株価の評価は、いわゆる PE が上がってくれるんではないかだと思うんですね。今までやってこなかった分、こうやって上に上がる分、アップサイドが大きくあると思います。アップサイドはすごいですよ。だって、ね、まあ、日本ではね、その構造的には、いろいろな問題もちろんあるんですけれども、でも、一つはですね、まあ、これはその、まあ、PE が、ね、やっぱり業績が悪い。だから今、その新しい未来を作る。いや、専門的な話になるとね、ちょっと真面目な分析しますと、なぜその業績は、なぜその未来のことは出てこないということは、これは実はありますよ。ごめんなさい、このチャートはちょっと多いんですけど、これはずいぶん長いんですよ。これは企業の分配。労働分配率じゃなくて、これはマクロ経済の議論ですけど、はい、これは企業の統計なんですけど、法人企業統計なんですけれども、これはね、1964年からスタートですね、1位にしたんですよね。そして、なぜブルームライン、これ青い線は売上。売上はずいぶん伸びて、でも90年代に入って大体よくなる。そのことで、まあ、これは会社のトップラインなんですよ、入ってくるところ。で、そのトップラインはどうやって割合、どうやって分配するかっていうことなんですけれども、まず一つはエンプロイー、雇用者、社員、どのくらいでやると、これはやっぱり面白くて、大体ですね、金融線と青い線は同じペースでやってて、80年代がまとめた時にはちょっと雇用者、社員が、まあ、ちょっと売上よりやっぱり持てたということがあって、でもやっぱり20世紀に入ったままにはずっと売上を下回る。あ、はい、だから、ね、サラリーマン投資が給料上がらなかったことですね。給料が上がらなくて、そしてその非正社員の問題とかなんかいろいろあって、まあ、それはね、ちゃんと見るんですけど、会社は人材として厳しくなった、下地になったというところがあるんですよ。そしてもう一つはカテックス、その一番下の線、これは設備投資。設備投資は会社の未来じゃないです。どうやって未来を作ると、設備に投資するか、人材に投資するしかないわけです。ところが実は、ずいぶん先だ。世の中が実は今、1年前と比べると大体 1% ダウンということがある。だからこそ、その未来の自信、未来の評価、このあたりの世界ができないというところがある。だから今何が起こっているかということであって、やはり非常用投資、プラス設備の投資。まあ、中国の工場ではなくて、日本の工場を作りましょう。そういうことは、例えば最近は新政府さん。ね、新政府さんは中国の工場を辞めて、そして東京で、日本で新しい工場を生み出して、これがなぜかということをやって、メイディンジャパンで作ると、単価は大体 25-30% アップできるわけです。メイディンジャパンの評価は高い。ブランドがよく日本ということがあるわけです、ね。だからこそ、なぜその PE は低下ばかりであって、やはり人材投資の設備投資はやってないということがある。ね、そして、何がやったかということをやって、これは面白いんですよ。一番トップのはシェアホール。株主ですね。株主、これは配当、プラス自社株式株式が増えてるんです。増えてるんだよ。特にあれの道になってから、ボンバー上げたんですよ。だから実は株主に対しては、日本の会社はケチではないということがあるんですよ。でも逆に設備投資や人材にはケチ。これはちょっとやっぱりやり直さないといけないということがあるんですよ。はい、そして一番目立つのところは、リテイン。紫のところ。これは有名なんですよ。日本のお金の世界では一番有名なところは内部留保。すごいですよ。だって、おかって、じゃあ、どこに投資するか、いや、まず投資しない。内部留保にやろう。発預金、ハローが来てるお金じゃないですか。だから、これはやっぱりちょっと変わらないといけないということがあると思いますけど、ね。これをよりエンプロイーとか、設備投資に回せば、株主にまたそういう評価してくれますよね。だって、あなたも、よく今、そのベンチャー企業の話があるでしょ、スタートアップのことであると。これは実は上場企業と同じなんですよ。だって、スタートアップのことは何もない。でも、未来を作りたい。その夢があるわけでしょ。私がそうか、いや、でも、ちょっと待ってください。その未来を与えるために何が必要があるか。これはやっぱり人材、資金があって、資金があるんですよ。でも、その資金はどうやって使うか。だって、あなたの会社に投資するのは、大切な質問は、How you use my money? 私のお金はどうやって使うかということであって、そして答えは、当たり前のこと、スタートアップの世界で、当たり前のこと、まず人材投資する。こういう人入る、こういう人入る、こういう人入るということであって、プラス設備投資。こういう IT システム変えたい、こういうなんかなんか変えたいということで、だからこそ、はい、I give you my money ということでやるんですよ。このスタートアップ企業は当たり前じゃないですか。このスタジオも、ね、投資ですし、ここにはカメラも投資ですしね、そういうことですよね。よく使ってるんです、使ってますもんね、はい。だから、上場企業は実は同じなんですよ。ごめんなさい、サラリーマン社長は、どうやって私のお金を使うか。いや、まず内部留保は1兆円超える。はい、さようなら。ということになるんです。はいはい、じゃあ、社長さんは、どうやって私のお金を使うか。人材投資をやります。成果主義導入します。新しいインドのエンジニアとか、東大のエンジニアは廃止しますと。あるいは、新しい工場を作りますということをやって、はい、Here is my money ということであるんです。同じ構造なんですね。そうなんです。今は違うだけで、資本主義としては全く同じです。全く同じですよ。だってもう、特に個人投資家は、ではどうアドバイスね、じゃあ投資戦略を何をやるか、何をどうやるべきかということになって、まず第一のことなんですけど、CEO はどういう人？そこにつけるわけですね。まず、これは知りたいです、うん。もちろん会社の組織は CEO の決定だけではない。これはよくわかるんですけど、でもちょっと待ってください。
会社は大塩製品がある。でもその製品はもっともっと成長させようという意識、目標あるの。例えば、こいつ見方の話でもいい。ですよ、もう全然。これはね、やっぱりあのお金の世界には一番笑いな例が実はあるんですよ。日本のパナソニック。おお、はい。だってパナソニックはね、大体12年前には、その自動車型に、ね、電子の、うん、世界ナンバーワン。テスラが狙っていく。だからパナソニックじゃないとテスラはない。ということじゃないですか。これはあの鶏と卵ということではないんですよ。間違いなくて、テスラはパナソニックじゃないとテスラはないということでやるわけですよ、ね。これが12年前、世界の1位だったんですよ。マーケットシェアは8割、9割であったんですけど、今12年が経ってパナソニックはどこ、うん、だって、なぜパナソニックは積極的な設備投資やってないの、うん、そのことは実はすごい話題になったわけなんですよ。あ、確かにね、だからそのよくね、日本の中にはね、その議論があるんですよ。あのあ、日本もね、何もできないというところであって、でも実は日本はその知的財産、あるいは本当にそのトップ、本当にそのスペシャルなエンジニアリングは山ほどあるんですけど、でもこれは成長投資で、よし、ハイボリュームでやりましょう、世界一にやりましょう、その意識は新しい令和世代のやるべき、うん。そしていつもライフリングのあれで、一番フラストレーティングなところなんですけど、だって何もない国は、知的財産がなければ、トップもない、その国はたくさんあるわけなんですよ。でも日本はそうではありません。あるんですよ。それなぜないと。そう、うん。これだけですよ。だからこそ今、やっぱりその世代交代が起こって、本格的にもちろん各会社ではないんですけども、でも若いやつは、よし、日本のために、私の子供のために、なんとかアカデミーなどを作って、そういう野心が、お金の世界が一番大切なことであるんですよ。こうしたら、なんか国とかを見るために頑張るっていう、すごいことじゃないですか。それ株式市場に評価されて、いいことすごいですね。でも、この資本主義、これね、資本主義が素晴らしいところですね。この資本主義は賢いんです。だって、どこにお金を出すと、これはまあ中国の共産党みたいで、これは国家収益の、あの行政、まあ、ゾンビ企業には投資をしましょう。これは共産党なんですよ。これはもしかしたら昔の自民党もそういうところもあったんですね。あの小泉の前にはジェネコン、どうしてもばらまき、どうしても我々の政権はまずジェネコンのために使いましょう、これは無駄ということであって、これが小泉政権のその一つであったわけですね。でも今やはり日本ではやはりお金はある国ですよ。だって内部留保があるんですよ。あなたたち個人投資家、オーマイガー、世界であると一応お金持ちなベニブーマンなんですよ。そうですよね。2000兆円増産とかという話なんですけど、はい、やはりお金があるところ、今まで使ってない、なぜ使ってないか、やはりあの社長が投資した、そういうアンペ、そういうプロジェクトは非常に少ない。うん、ほとんどの日本の会社はパナソニックないでしょ。アイアン世界一、何もしなくていいよ。社長の顔が見えなかったですよね。社長は誰、うん、覚えてないですよね。全然ということであるわけですよ。うん、だって社長のことでやって、資本主義、そして新庄のことでやって、毎日選挙なんですよ。そうか、選挙流れやすいですね。毎日選挙だ。やめだよ。やめ、うん、僕に信用してやりますよ。そして申し訳ございません、失敗しまして。でも失敗したところは多いんだ。人間だから、うん、当たり前だから、うん。やってることは半分は失敗です。うん、反省してね、また社長。僕らの責任にとって、ノンプロだ。でもやっぱり、あ、失敗しました、だからこそ引退します、これはダメ、失敗しました、これは今新しいことでやって、やり直して、ここに投資するよということでやって、そうすると株価は絶対上がり、選挙って面白いです。そうすると日本今サラリーマン CEO ももっとスーパースター CEO 的に人の前に出て語った方がいいんですか。そう、やっぱりこの、あの別にやっぱりアメリカのスーパースター CEO みたいなことになるか、うん、まあ、それは日本じゃないみたいな、ちょっと合わないかもしれない。ちょっと日本はその構造的にもちょっと違うんですよ。そんなに便利じゃないと思いますけど、はい、でもやはりあのその大切なことでやって、うん、やはり上場企業もスタートアップも私の彼は何のために使いたい、うん、内部用語を作ると。え、だってじいちゃんばあちゃんもうバカじゃないから、これちゃんと見えるんですよ。うん、おお、パナソニックは内部用語は1兆円でやると、だから偉い銀座のクラブに入れるよっていうことになって、待って、え、うん、みたいなことやっちゃおう、うん。でも見ないこと、設備投資。そしてこれはやはり真面目な話で、あのやはり今その、いや、どうやって設備投資やるか、どうやって人材投資やるか、やはり今ですね、あのその AI の関係で、まあ、技術的な進歩はずいぶんあるんじゃないですか。だからやっぱりどうやってあの自分の会社をあの経営するか、どうやって社内のアメとムチ、どうやってそのバランスを作るか、抜本的には今変わってるんじゃないですか。 AI のことをやって、ね、例えば日本はやはりサービス産業、まあ、国内であのやっぱりそのおもてなし、まあ、いわゆるそのホスピタリティ、これはもちろんインバウンドのことではないわけですけど、やっぱり国内の旅行、だって若いやつもじいちゃんばあちゃんもちゃんときれいな国日本にいろいろやりたいってことでやるわけですよ。でも間違いなくて今その新しい AI 技術では、これはやっぱりおもてなしは抜本的に変わってくるわけです。どこまで行くとわからないんですよ。はい、でもやはりあのその経営者として、マネージャーとして、社長としてはこれはグッドチャンスですよ。やっぱりなんとかなるわけですよ。だからこそ今あのすごいやっぱりあのその大きな原動力はやはりその世代交代のことがあって、プラスその新しいレース、だから日本のためにちゃんとやらないといけないということがあって、プラスその新しい技術が入ってきて、だからこそそのビジネスモデルはやっぱり抜本的には変えようというチャンスは見えてきて、これは日本のチャンスですね。うん、変わってきてる日本企業がこの CEO 面白いみたいに感じる人って誰ですか。エンディエンディって言われてますね。今新しい社長になってカリスマ性がちょっと上がってきて、これはすごく面白くなるんじゃないか。そして島田さん、社長命令でうちの、 あのお客様はほとんど外人だから、やっぱり明日から英語ばかり楽しんでるんですよ。そしてそのカリスマである未来の美人があるし、お金の世界は夢の世界。それでは
ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。バイバイ。